MMT って言われるものは何かって言ったら、まあ、学説として捉えられてるものです。私たちはそのような学説、この学説は採用する採用しないみたいなところに巻き込まれるの嫌なんですよ。根拠として弱いじゃないですか。だからそんなこと一切言ってない。そして言われるたびに否定している。私たちは MMT ってものに影響を受けてない。 今の話の中身は何かっつったら積極財政に関する話なんですね財源をどうするかっていう部分に関しての話なんです私たちは30年不景気が続くこの日本でコロナに加えて物価高まで来てるっていう局面においては国がしっかりと皆さんの生活下支えしたりとか不安定になってる企業を守らなきゃいけないってことをずっと言ってきてるんですこれコロナ来る前からこれ物価高なる前からだってコロナが来る前から日本は大変な状況でしたよ だって世界で唯一30年成長しない国で賃金30年下がりっぱなしなんですから国としても事実上先進国と言われながらも,もう終わってる国なんですねはっきり言っちゃってそれを考えた時にやらなきゃいけないことは何かといったらもう一回世界の中で日本という国をものづくり大国ってことを再興させなきゃだめなんですよっていうのが私たちのメインなんですじゃあ財源どうするんですかって考えた時に私たちは国債発行ってものでまずやっていこうとどうしてか 今貧血なんです。極度の貧血、じゃあ輸血必要でしょ、体調不良なんですよ、気合だけでい,いけとか、元気出せとか、そんな言葉じゃ無理なんですよ、病気にかかってて貧血で栄養不足の時に、頑張れとか、お前、根性が足らんとかっていう話じゃどうにもなんないんですね、じゃあどうするかって言ったら、まず輸血でしょって、まさにお金っていうのは血液と一緒なんですよ、それが滞れば病気にもなるんですよ。 全国つつうらうらやっぱりこれ底上げのためにお金を出していかなきゃだめなんです私たちが言ってる国債発行って部分に関して何が問題あるのかみんなの借金じゃないかっていうようなことがテレビ新聞から流れてるんですけどこれは事実上のデタらめですみんなの借金ではない政府の借金政府の債務皆さんのものではないってこと例えばですけど同じ太郎でも金持ちの方の太郎でございます 2013年の麻生太郎さん、当時財務大臣、そして副総理でした、発言でございます、日本は自国通貨で国債を発行している、すって返せばいい、簡単だろ、こう言ってるんです、借金があまりにも多い、それをけしからんっていうことに対して、日本は自国通貨、円で、円で国債発行してんだよって、外国から借りてきてるわけじゃないんだよって、返さなきゃいけないのか、だったら、すって返しゃいいじゃねえかよ、簡単だろって。 また麻生さん無茶苦茶なこと言ってるって思われた方いらっしゃると思うんですけど、ごめんなさいね。麻生さん確かに日頃から無茶苦茶なこと言う人ですけど、これに限っては間違ってないんです。じゃあ、海外からも同じようなことを言われてる方がいらっしゃいます。日本銀行総裁、日本で言えば、アメリカで FRB の議長だったアラン・グリーンスパンさん、こういうことをおっしゃってます。米国はいつでもお金を印刷できるので、負債を支払うことができる。従って、デフォルト、支払い不能ってことですね。 デフォルトの確率はゼロである。これ、麻生さんと言ってること,と全く一緒じゃないですか。これを財務省も言ってるんです。2002年にある出来事が起こりました。何か世界の三大格付け会社。格付けする会社ですね。S&P、フィッチ、ムーディーズみたいな。そういう会社が日本に対して不当な扱いをしたってことなんです。日本の国債の価値を下げるってことをやるっていうことになった。そんなことされたら困るじゃないですか。 日本の価値を下げられたら損こむるじゃないですかだからそれに起こったのが財務省皆さんも今手元の端末とかで調べられます財務省のホームページに行っていただいてそこで検索で外国格付け会社宛意見書ってものを開いていただければ中身が見れます日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないデフォルトとしていかなる事態を想定しているのか簡単にしますね 日本の円建て国債の支払い不能は考えられない。これ麻生さんの言ってることと一緒でしょこれアメリカに置き換えたとしてもグリーンスパンさんの言ってることと一緒じゃないですかつまりはこういうことなんですよ。返さなきゃいけないのか吸って返しゃいいじゃねえかよ。返さなきゃいけないんだったらなお金って何なんですかってことに一回話を移動させたいんです。国の借金、政府の債務って言われてるものは、これただただ債務があるわけじゃないですよ。それって誰かの 資産になるわけですよ誰かの黒字字は誰誰かかのの赤字でしょ誰かの借金は誰かの資産じゃないですか表と裏の関係じゃないですか当たり前のことでしょじゃあ国の借金政府の債務って呼ばれているもの政府の債務政府の赤字は誰のものなのかってことをちょっと見ていただきますね誰かの赤字は誰かの黒字ただただ赤字が存在するなんてありえませんよね誰かが黒字として持ってんだ先ほどの話の通りです誰かの負債は誰かの資産 言い方を変えただけですねじゃあ政府の赤字は誰の黒字なんですかそういう話です政府の負債は誰の資産なんですか答えは民間の資産なんですよ日本銀行資金循環統計これ1980年から2016年までの間の日本政府と民間の収支のバランスです真ん中がゼロなんです黒く太い線これゼロです 上に行けば行くほど黒字、下に行けば行くほど赤字、簡単でしょ、たったこれだけのことです、そして出てくるライン、えー、線グラフは日本です、民間と政府、民間が青、政府が赤、見ていただきます、こんなことになりました、パッと見てわかることが2つあると思うんですね、2箇所だと思うんです、そのうちの1つ、一番左側、両方とも民間も政府も黒字になっているとこありますね、これ、バブルのときです。 見ていただきたいのがそれ以降の話なんですけれども、クローズアップしたいところはここです。赤が政府、青が民間でしたよね。下の方を見てください。政府の赤字が膨らんでいるときには民間どうなってますか黒字が膨らんでるんです。政府の赤字が膨らんでいるきには民間黒字膨らむんです。そういう関係性にないですかつまり政府が赤字という形で財政出動、要は社会に対して通貨を供給したりとか、 いろんな仕事っていうものを投下していくということで民間にお金が回りますよってことです政府の赤字は民間の黒字政府の借金はみんなの資産民間の資産っていうことになるんですねちょっと待ってくれよ政府の赤字が膨らんだって民間の資産って言われたけど俺には届いてないよって方いらっしゃると思うんですそれはまた別問題なんです労働環境破壊されたりとかさまざまなことであなたの元には届いていないかもしれないその手前の資産家のところでこれダムみたいに貯められてる そういうい部分もあるんですね必ずしも労働者に分配されるようなものではないってことですだから問題としてそういうところはあるけれども単純に政府の赤字政府の借金という形でこれが財政出動お金が出されるってことがされれば当然、民間に黒字が回っていくという話なんです一番単純な話しますよ皆さんの手元に届いた10万円の給付覚えてます 一回だけ給付ありましたよね。これは国にとっては12兆円の赤字なんです政府にとっては12兆円の赤字一方で12兆円の黒字になったのは誰ですか皆さんですよねこれだけのことなんですよシンプルに言うとこういうことつまり政府の借金と呼ばれるものの正体は何かっつったら単純に言えばこれまで政府が社会に対してどれだけの通貨を供給してきたかっていうことの足跡なんですよ そんなものあるか全部返せ借金はならんっていうことになったとしたらじゃあ返してもらう方法としてみんなから増税です全て持ってる財産没収し,しなきゃいけないですねこれはっきり言っちゃえばじゃあ流通するお金なんてなくなりますよあなたの借金個人として負う借金と国家が負う借金としてるものとは比べられない全く別のものなんですだってあなたの人生はいくら生きても100歳ぐらいでしょ国家は事実上の永遠ですよ まずその視点からも違う。それだけじゃない。個人の借金、国の借金の違いは何かって言ったら、あなたが借金負った場合、その人生のうちのどこかのタイミングで返した方がいい。あなたはお金が作れない、すれないじゃないですか。いや、俺は毎晩家でコピー機使って金作っとんねんっていうのは別ですよ。それ犯罪ですから。個人として通貨を発行できないじゃないですか、みんな。日本円作れませんよね。でも国家は、 通貨を作り出す主体なんですよ。日本銀行と協調しながら札作ってるじゃない。あなたが持っているポケットの中のお金、家で隠しているお金、これ元々は誰が作ったものですかって言ったら、多くのものは当然国家が作ったものですよ。国家はお金を作る主体。皆さんはそれを使う主体。この全く違う主体を同じように借金っていう形で比べることすら無理なんです。それ自体が間違えってこと。じゃあ、いくらまでだったら国家は お金を通貨を供給できるのかってことなんですけど昔はね金本位制っていう時代があったわけです何かってったら金ゴールドこれだけのゴールドがあるから代わりにこれだけのお金を新たに作り出せますっていうようなことがあったんだけど時代は変わったんですニクソンの時代にそれが変えられたんです当時もうすでに金ではなかったと思いますけど一ドル三百六十円とかっていうようながっちり決められてるものをもう解き放って変動相場制っていう形になったってこと そこからは、それぞれの国の経済規模だったり、経済状態に応じて、国がお金を作り出すってことは可能になった。だからコロナの時に世界各国で自国通貨、自分の国の通貨を持ってる国々は、お金を増やして、必要なところに投下していったわけですよね。国として破綻したところってどんな国あるあったとしてもそれは変動相場制の中にある国ではないんじゃないですかそれを考えたとしたら、 MMT とか関係ないんです、普通の当たり前の経済の中にある話、MMT っていうこととは関係ない、私たちのバックグラウンド、できるじゃないかっていうのは財務省を根源にしているってこと、上限はいくらまでできますかっていうことですけど、これは金だったりとか、金本位制っていう時代とはもう違うから、一つ言えることは供給能力、物を作り出す力がどれぐらいその国にあるかってことが重要なんです、だって物が作れなくなっちゃったら、物の値段、バリバリ上がっちゃうじゃないですか。 マスク考えて、マスク。マスク不足でしたよね。マスクすら作れない国で、マスクが足らなくなって、店売屋が値段釣り上げてみたいなこと起こっちゃいましたよね。要は、行き過ぎたインフレにならない程度までだったらお金は出していいんですよ。増え過ぎたお金は、調税で調整すればいいんです。税金で。それが MMT だって言ってるんです。MMT じゃないわ。当たり前の経済政策。MM それあなたちょっと凝り固まりすぎ私たちの経済政策で私たちのバックグラウンドはこれまで財務省ができると言ってきたことそれがベースになっているって言うんですけど今ご質問いただいている方はそれは MMT だってことを譲っていただけないんですね少し誤解を招くかもしれないんですが私は令和新選組さんの政策を MMT だとは思っていないんですよちょっと待ってください MMT への誤解を招くと言っているんです 例えば税金を使ってこうやってお金をね、こうやって集めるであるとか、あとは国債をたくさん発行するであるとか、そういうのは、MMT にも共通する要素なんです、でも、MMT っていうのは、それだけではないのを、そうやって単純化して国民にこうやって誤解を招くような伝え方、山本さん、とてもお話がうまいんで、そうやって伝ってるのが、私はとても許さないんですよ。ちょっと待って、この短い間に説明の変質があるのは、あなたの方なんですよ。 私たちをまるで MMT を使って何かしら自説を唱えているようなもののようにこの場で皆さんに紹介しているじゃないですかそれは明らかに間違いじゃないですかそうでしょ あなた自身が私たちに、周りの人たちに、私たちの考え方が何かしらを利用して、それが実際できるわけでもないのにできるようなことを言ってるっていうような、誤解を招かせるような、MMT に対して、ちょっと失礼じゃないかってことを言ってるんですけど、私たちが根拠にしてるのは財務省なんです、それだけじゃない、学校の教科書にも載ってるような経済政策を皆さんにお伝えしてるんです、それは MMT ですよって今、先ほどあなたが言ったことは、MMT もクソもないんです、何かってったら、現代社会の教科書に載ってる話なんだよってことなんですよ。 私たちが言っているのは、MMT がどうしたとか、何かしら自分たちで考えて、皆さんを騙すために言っているとか、そういうこと一切ないんです、だって根拠がなきゃ説明できないし、根拠がなかったらこういう質問をいただいたときに説明できないじゃないですか、景気安定化の手段ということが書かれています、不況の時一番右側見てくださいね、何をするんですかって言ったら減税なんですよ、つまりあなたの手元に置いておけるお金を、これ、間引いちゃだめなんですね、国が強制的に吸収しちゃったら。 これ社会によりお金回らなくなるから不況の時には減税しなさいよってことが書かれてるんですそれだけじゃない不況の時には減税以外にもやらなきゃいけないことがあるって書かれてます何で書かれてますか公債の発行国債発行しなきゃだめだってことですね公共投資の増大社会にちゃんとお金が回るように仕事も作り出せよってことを国は言ってるわけです国はというよりも教科書が言ってるんですこれも基本中の基本経済政策の当たり前の話ですね有効需要の増大 それによって需要がどんどん増えていくね。みんながお金使えるようになるでしょ。それだけじゃなくて仕事も増えていくから、投資もされていくよね。様々にっていう話でございます。言ってみたら、お風呂の中のお湯が足りないから、次足す時だよっていう話ですね。お風呂入ろうと思っててもお湯の量が少なかったらダメじゃないですか。お湯の量が少なかったら不況なんですよ。ある意味。湯船の中に圧倒的に水が足りていない場合は、お風呂入れないですよね、これ。温まりないのに。 そんな時が不況って言われる時だからお湯を継ぎ出せよ国がっていうような話なんです逆に言ったら景気がいい時にはどうしたらいいんですかってことなんですけど景気が良くなっちゃうとお金が社会に回りすぎちゃうんですよするとインフレがとてつもなく進んじゃったりしたら困るでしょそんな時には何をやるんですかって言ったら増税なんですよ増税当然増税の順番ってものがありますよ持ってるとこからですよ金持ちからですよ儲かってる企業からですよ当たり前ですね これが税金の基本だからそして公共投資の減少ってものが書かれてます要は国がさまざま仕事を作り出したりとかしてたものをどんどん絞っていく要は蛇口を開いていってどんどん追加していったものをお湯が満タンになりそうになってるから溢れすぎたらだめだから蛇口は絞っていこうねっていうそれだけの話なんですよ社会に対してお金が足りてないでしょう足りてますか一部に偏ってるじゃないですかだから直接的に届くような投資をしなきゃいけないそれ国の役割なんですね 企業だけにお金を渡すようなことになっちゃったら、企業側だけ得するようなことになっちゃったら、この30年、みんなの生活っていうより労働環境さえも破壊されてて、逆に人を物みたいに思うような企業は多いわけだから、企業に届くようなことしちゃダメなんですよ。企業側には別の支援をしなきゃいけない。一方で、人々の手にちゃんとお金が渡ったりとか、お金が渡るのと同じようなことっていうのは、あんまりされてないわけだから、減税であったりとか、給付金であったりとか、そういうことをこの景気が悪い。 30年の不景気にコロナがあって物価高っていう時にはそういう合わさったことをやっていかなきゃダメだっていうのが私たちの主張なんですね。増税、社会にお金が回りすぎた時にそれを間引く行為っていうのはこれ当たり前のようにしなきゃいけないことなんですよ。だって社会の経済的安定を国がちゃんと作り出さなきゃダメだから社会からお金が溢れ出そうな時には間引く行為、徴税は当然やらなきゃダメなんですね。じゃあ順番としてどうだっつったら当然儲かりまくってる企業が言う最優先。 になりますよねお金持ちだって優先だしというものを事前に税制改革しなきゃいけないってこと累進課税ってやつですね儲かってれば儲かっているほどパーセンテージ上がっていくっていう当たり前のことじゃないですかそんなので法人に関しては累進課税になってないってことですよどうしてできないのって言ったらできるわけないんですね議員バッジの由来を考えたら企業側なんだから資本家側なんだから そんなものを導入するわけないんだからでもそれを導入させなきゃいけないんですよ社会が不景気でした30年そこにコロナで物価高このままいったって日本はもう本当に転落していくばかりですよだから一番大きなエンジン内需をフル回転させていくっていうことが一番やらなきゃいけないことなんですそれが日本自身の力を強くしていくあなたの生活がしっかりと安定しなきゃ国なんて強くならないんですよ当たり前でしょこれ人間の安全保障ですよ 国内の安全保障ですよ。これが30年ないがしろにされてるんだから、その処方箋として一番必要なものは何かって言ったら、社会にお金を回すことでしょう。これがまず最初にやらなきゃいけないこと。で、物が売れるって形になっていったり、みんなにお金が渡っていけば、もう一つ、それと並行して、供給能力ってものも強まっていくってこと。物を作る力っていうのが強まっていくってこと。当然ですよね。簡単に言ったら、喫茶店やってたんですけど、景気が良くなってきたから、ちょっと前の空き地使って、 テラス作ろうかなって人たちも出てくるとか例えばだけど工場やってたんだけどもう一個工場作ろうかなとか機械入れ替えようかなとか景気がいいから人を雇うのに今からちょっと高いめの値段で求人出そうかなとかそういう方向性に動いてくるってことですよ私たちが言ってる消費税廃止26兆円程度ですよ26兆円から9兆円程度の話だったら国債発行でやりゃいいんですよ国債発行でやった上でそれやったらバリバリ景気良くなりますよ 景気よくなったら当然税収も上がるわけでしょ、税収が上がったとしたら国債の量は減らしていけるわけだから、何事もバランスですよ、無限に出せるなんて誰も言ってない、あいつら無限に出せるっていうような、いいか減んな情報を垂れ流してる、もしくは理解しないものが勝手なことを言ってる、たったそれだけのこと、私たちが言ってる経済政策は教科書通りなんですよ、それに加えて財務省がやってきたことがベースになっている、それ以上でも以下でもない、そういうことです、大丈夫ですか まだある私たちあの、経済政策というのが一丁目、一番地なのでお話ありがとうございました、先ほど、まあ、景気の調整のお話なんですが、お金が、市場にお金がたくさんあるときは、増税をして、それをお金を回収するというふうにおっしゃられてたと思うんですけど、今、インフレってすごい起こってますよね、少しずつインフレの足音が近づいてるこの世の中で、それでも今、景気いいですか、よくはないですよね、その状態で増税をするんですか、増税しなきゃいけないんですよ、本当は教科書通りだったら、それでも増税するんですかちょっっと待ってください あなたそこまで発言されるんだったら、ちゃんと経済勉強した方がいいんじゃないですか、申し訳ない、分かってないっていう手だったらやり取りできるんですけど、分かってる手で来られて攻撃されるんだったら、そこはちゃんとはっきりさせなきゃだめなことなんです、今起こってるインフレ、これ、ちょっと説明してもらっていいですか、インフレって大きく分けて2つあると思うんですよ、それをご存知ですよね、教えてもらっていいですかえっと、コストプッシュと、あれですね、えーっと、デマンドプルですね。 それをちょっと皆さんにわかるように教えてもらっていいですか？そこに書いてあるここ、はい。ここにもカーニングペーパー出しますから。<laughs> ありがとうございます。まあレマンドプルっていうのは需要が増えることによって、こうどんどんこう物への需要が高まることによって物価が上がるっていうことであって、逆にえっとコストプッシュっていうのはその物の値段がこう資源が高騰したりであるとかそういったことが起こりことによって物価が上昇するっていうものですね。であなたがおっしゃりたいことは何ですか？ 私が言いたいのはスタグフレーションの状態で増税をするのかって聞いてるんですスタグフレーションなんですか今はじゃないんですか間違ってますスタグフレーションとは呼びません、はい、スタグフレーションというのは何かといったら石油ショックだったりとかその付近の話ですねつまり何かといったら賃金上昇も伴ってる状態が含まれないとスタグフレーションとはならないんです日本版スタグフレーションだからっていう話はならないんですね スタグフレーションということの基本は物価も上がっているけど賃金も上がっているという状態つまり賃金上昇というものが入っていなかったらスタグフレーションという話にはならないだから元の理解が私とは違うということをまず言わせていただきますどうぞあなたが言いたかったことこのままい今でさえインフレになっているのにというお話でしたよね私たちがやっているような政策になるとどうなるんでしょうそうですね国債の信用が失われる可能性がありますね国債の信用が失われるとはどんな状況ですか 財政規律が緩慢化することによってそれによって国債の信用を失うってことですねつまりはどうなるんですかまあ日本円が紙くずになるってことですねそれはどういう状況になったらですかハイパーインフレが発生したらっていう状況、ね、ハイパーインフレっていうのはどういう状況でしょうかハイパーインフレそれは物の価格が天文学的に上がることによって貨幣の価値っていうものは下がってくることですハイパーインフレこのままいくとじゃあハイパーインフレになる可能性があるってことですね まあ、令和新選組さんの政策を実現するのであればそうなる可能性があるということですはい全く違いますえハイパーインフレって皆さんご存知ですか彼が言った通り紙くずになりますお金がただしハイパーインフレというものがこれまで世界で起こったのは大体56件でしたこれを見ていくと共通点がありますということなんですどういった時にハイパーインフレになるかということをご覧いただきたいと思います。アメリカ系統研究所の結果でございます ハイパーインフレが起きるということの共通点はこちらです。大きな戦争などで国内の生産能力が破壊された場合、例えば第一次世界大戦の後のドイツ、そういう状態でしたよね。で日本も戦後っていうものは供給能力がなかったわけだから、さまざま壊されて、こういう状態。そして2番目、大革命が生じて通貨体制が無効になる。革命なんて起こってますか 国政選挙で4割の人が票を捨てるっていう、ある意味での嫌味の言葉としての革命的やねっていうことはあったとしても、大革命なんて起こってませんよ、この国で。で、何十年も二桁台のインフレが続くっていう状態の場合、この中に日本は含まれてますかあるとするならば、この30年の不況の中で、皆さんがお金を使えない、使わないという状態になったりとか、働き方が壊されて、不安定な職業が増えて、収入が減ったとか、いろんな状況という中で、 お金が社会に回らなくなって、商売を続けられなくなったっていう企業、供給能力が破壊されてるっていう側面はあります。だからこそ、需要を増やさなきゃダメなんですよ。需要が減る、不況が続く、国が弱るっていう状態は、需要が減るとともに、供給も壊されていくんです。それが続いた30年が日本なんですよ。でもこれには遠く及ばないですね。つまり何かって言ったら、社会に対して足りないお金を突き出していく行為プラス、 当然、供給能力も一緒に増やしていくような、えー、政策を打っていかなきゃいけないということが1点、日本の中で万が一ハイパーインフレが起こるとするならばですよ、令和新選組の政策で起こるってことはありえない、どうしてか、供給能力の増大も私たちは訴えているから、その両輪だから起こりえないんですよ、こちらご覧いただいたら、この一番に該当することは日本国内でもありえるかもしれない、その可能性としてあるのは、南海トラフ地震、ご存知ですよね。 後半に太平洋側が大きく地震でやられてしまうっていう話です。でその時には様々な生産拠点は破壊される可能性があるから物を作れない国になってしまうってことですね。そうなったらお金が紙くずになる可能性はある。だからやらなきゃいけないことがあるんですよ。何かって今太平洋側にある生産拠点をバックアップとして日本海側とかいろんなところにもこれ移していく作業が必要なんです。で、それが何を生み出すかってことなんですけど、これこそが地方創生なんですよ。 地方自治体に対してさまざまな地方の地域に仕事を作り出す私たちが訴えてるのは全国一律最低賃金1500円足りない部分国が出しますと事業者にお願いして上げさすんじゃなくて国が面倒を見るっていう形でやっていけっつ,ってんですつまり何かって言ったらそうすることによって三大都市圏に人々が集中するっていう状況を分散できるんですよ皆さんもしも自分の地元でだったりとか旅行行行った時にこの土地好きだなと思ったりとか そういう土地で時給1500円の仕事が当たり前にあるって言ったら住む場所って考えません東中野が地元です生まれ育ちましたっていう人以外はそれでも東中野に住み続けますか満員電車乗り続けますかそう考えた時に大々的に目の前にあるもうすぐ来るって言われてる危機に対して国がちゃんとそれリスク分散しなきゃだめなんですよまずはハイパーインフレが起こらないように生産拠点の分散東京一極集中だったり 東京がやられたらもう他移ってないですよ。大阪、名古屋やられて、3か所やられたらもう終わりですよ、はっきり言ったら。そう考えたときに、東京の代わりは鳥取でもできると。東京の代わりは青森でもできるし、東京の代わりは佐賀県でもできるよっていうような体制を作るしかないんです。地方を強くしていかなきゃ、この国なんて強くならないんですよ。 この状態なんですねハイパーインフレっていうものに対して私たちの政策で起こるかといったら申し訳ないけど起こりようがない生産拠点の拡大も増やしていくからということなんですね、ちょっと普段ネットでちょっとチラ見して私たちの情報をね見ていただいたから、ちょっと普段自分が目にしているものとは違うところも知っていただけたかなとは思うんですけれどまたさらにちょっと調べていただいた上で私たちの足らない部分を指摘していただければという,ふうに思います。ありがととうございますでたらめもいいいますも加減にしろと言われている どうしてどこがでたらめなんでしょうかいい社会とはほど遠いということですかマイク渡してあげてください何がでたらめなのかいやあのねいい社会を作るってねあんた方政治家ねもうみんな言うんだよねでいい社会って何ですかいい社会作る以前に今の日本がもっとのっぴきならない状況になってるってことを あなたたちはなんでちゃんと国民に伝えないんですかごめんなさい、具体的にお願いしますえと具体的に言うと、いいね、日本人は60年後に絶滅するんですよ、それは何でしょういや、簡単な話ですよ、でね、その60年後に絶滅するっていうことを国民に正しい危機意識を持たせないように、それを絶対に政治家は口にしないじゃないですか。 ごめんなさいセンシテーショナルなお話ではあるんですけど具体性が足りないのでい<や>踏み込ん具体,具体的にじゃあ数字をげてみましょうか数字はいらない60年後にどうして説明するのかっていう説明がないからそれをだ数字で説明しましょうかと私は言ってますそれ数字になるんですか説明なりますもちろん簡単ですよいや教えてくださいあのね今年の新生児出産数っていくつだか知ってます,すどんどん説明してください,ださい80万人なんですよでここ約10年間で 毎年3から5万人減ってるんですよ、新生児出産数が。っていうことはね、1年で平均4万人減るっていうことで、とすればだよ、80万人の新生児出産数がゼロになるのに、わずか20年ですよ、20年後の日本では赤ん坊が生まれない状態になるんです、今の状態だと。今の数字で考えれば20年後に 子供は生まれなければ、最後に生まれた日本人の女性が40歳になった時点、つまりその40年後ですよね、にもう、まあ、40歳過ぎまあまあ、まあ、子供産めるかもしれないけど、まあ、大体40で区切りだとすれば、もうそれ以降は日本人の子供は生まれないの。えっと、ごめん、話長いわ。端的に言って。 だからあ,あなたの問題意識は少子化、これが加速していくことによって人口が減っていきながら国は滅亡に向かっていくだろうって話をしたいんです日本人は60年後に絶命するから、<で>それを考えろって言ってるの考えてます、ちょっと待って、令和新選組の政策は見たことありますかもちろんで、足りないでしょう、足りない、あなたが一番これをやった方がいいと思うもん、なんですか、教えてください、ね、えっ、ー、と、今の日本がそういう危機的状況、日本民族がそういう危機的状況だっていう方は、ああ。 国民が知って、いいちょっとあと一言付き合うあと一言付き合ってじゃなくて、ごめんね、あなたが求めてるもの、一体何なのか、それを政策に落とし込むのにはどうしたらいいのか、ちょっと待って、分かったじゃない、あなたたちが喋ってないから、ほとんど、散々あなたが喋ったんだから、どうぞ、このマイクは私たちがあなたに善意で渡してます、どうぞ、聞きます、聞きますじゃないんです、まとめます、私が、いいですか、あなたが必要だと思ってる政策は何ですか あなたがその危機意識を持ってますこのままじゃ日本は滅亡だじゃあそこに今必要だと思われる政策これをやった方がいいというものを教えてくださいお願いしますまず全ての子どもに対して1人当たり200万年間給付することそれで1年、えー、3000人の子どもつまり0歳から20歳までの人口3000人を確保することそれじゃないと日本の,原子あの人口減少止まりません それをやってくださいいありがとうございます人口減少著しいこのままじゃあ国がね先々まで難しいだろうというお話の懸念から子ども1人当たりに、えー、年間で200万円ぐらいのお金を投資しろとこれ給付しろというお話だったと思います、でねどこまでの幅、例えば現金給付200万円であとは何もなかったらこれ意味ないんですよ、そそうでしょ私たちはまず子ども手当、今1.5万円つってるものを3万円にする、それ所得制限なしね。 で例えば教育こういうものに対して大学院まで無償化にすることその他にもこの物価高の時には季節ごとの給付金を10万円出していくこととか軒並みいろんな政策をあるんですで私たちは当然この少子化ということに対して問題意識持ってますただしこの少子化で産めを増やせよということを人々に強制することはできません当然でしょ産む機会じゃないんだからみんなはそこには感情があるわけだから そしてその人その人の個人的理由もあるわけだからだからここは強制できることではないということを考え見るならば本人が望めば家族を持てる安心して子供を産んで働こうと思ったら働けるよだって預かってくれるところがあるからねとかっていうそういう整備していかなきゃいけないってことでしょそこに対しては私たちこれは介護だったり保育っていう部分に関しても全産業平均100万円以上低いっていう給料をこれを毎月10万円上げることによって これ両方、介護も保育も年間で3.7兆円でできるんですよ、どうしてやらないのって、私たちそれやりたいって言ってる、私たちは最もこの日本の政党の中で、野心的、野心的、野心的のみならず、実現可能な経済政策を訴えてます、これがなければ当然、子供を持ちたいと思っても、持てるわけないやん、奨学金で借金背負ってんねんから。 どっちかが借金背負ってるだけでも結婚しませんよそんなの無理ですよだから私たちは奨学金をチャラにしようと言っているこれは550万人以上を救うことによって9兆円で救えるんですよこの国が誤った政策を打ち続けてきた逆に言ったら1970年代から大阪万博の時から少子化は問題になるってことが警鐘が鳴らされてきたけれども政治は動かなかったんですよ 旧大全として今もあぐらを続けている政治に対してご批判いただいていることだと私は考えています。私たちは彼らに嫌気がさしたんですよ。これじゃこの国は無茶苦茶にされるってことで旗揚げをしたんです、2019年から。私たち以上に何かをやった方がいいというご意見はもちろん頂戴します。でもまず私たちがどういう政策を今述べているかってことをまずご理解いただきたい。 その上でさらに必要と思えるものをぜひご提案くださいというやり方です何もかもダメだだから政治からテレを話すってことになったとしたらあなたが心配されてる滅亡に向かうじゃないですかだからこの国のオーナーであるあなたもあなたも皆さんも政治をコントロールしていくってことでこの国守っていくんでしょこの国を守るっていうのは国の形だけ守ったってしょうがないんですよ だって国は形だけでもいつまでも残るんです。永遠ですよ、ほぼ。ほぼ永遠形だけ残る。でも国に生きる人々は、これ、疲弊し続ける、倒れ続ける、それじゃダメなんです。国としての手を成してない。国を守るとは、あなたを守ること。あなたの生活を守ること。そして、この国にある事業者たちのその継続を守ることってことですよ。私たちはそういうつもりで、これまでの既存の政党とは、 全然違う形での政党ということを自負していますなので私たちの政策に足りない部分があるとするならばぜひそれはまたご提案いただくとその200万円を一人一人に給付していくってことに関しては私たちその他にもいっぱい財政出動お金を出していくことを考えているのでプラス200万円また渡すってことになっちゃえばこれおそらく財政圧迫される可能性あるんですね通貨発行するっつったってやっぱり上限はありますから それを考えるんだったら、なかなかそこはすぐにやりますねってことは言えないんだけれども、さまざまな私たちのメニューを見ていただければ、これは改善する方向に向かうだろうという考え方なので、ぜひもう一度ご覧いただきたいと思いますありがとうございます。